外でキノコだとどんなこのタービンブラケットブランケットとかしていても熱の影響を受けるので、ここ空気が入ってくるのでここら辺に穴を開けたく思います。このパネルの中です。このドリルでかい。でここにはここは支柱があるのでここですね、ここに穴を開けます。してるけど、モールを切って雨の日はつけてるって。ここって吸い出す方だと思うんだよね。ここは空気入ってくるけど、ここを開けちゃうと吸い出しちゃうので、結局熱の流れが空気の中で邪魔。どっちかというとここ開けないとか。こっち側かな。こっちを吸い出したかなと思います。ちょっと音聞かせますね。今のはバックタービン。ドリルで
まれと演じルームなり入居してたってことも分かるし、逆にエンジンの音は遮断されていた、この2気筒のツインエアのどこどこ感がより聞こえるようになって、よかったなと思って、吸気音も良くなったし、もちろん冷たい空気も入るし、フレッシュな酸素の多い冷たい空気が入る、さらにどこどこも聞こえるという感じです。これは大成功です。